スの試合で伝説の一戦と呼ばれる試合ってありますよね。2008年のウィンブルドン決勝とか、2012年の全豪決勝とか。今回は伝説の一戦を経験したジョコビッチがあの時と同じだと語った試合についての動画になっています。試合時間の最長記録を更新してお互いに全部出し切ったような一戦です。男子テニス界の勢力図が変わりつつある現在を象徴するような試合でもありました。歴史的一戦の概要。2023年8月に行われたマスターズ戦ウェスタン&サザンオープンシンシナティ大会の男子シングルス決勝で、第2シードのノバク・ジョコビッチ、セルビアが第1シードのカルロス・アルカラス、スペイン 2-7、7-6、9-7、7-6、7-4 で競り勝ち優勝しました。この対戦はいろいろな記録が生まれました。どんな記録が生まれたのかというと、3セットマッチの決勝戦における最長試合時間、なんと約4時間もの熱戦でした。ジョコビッチはマスターズ戦の最多優勝記録を更新、39回目の優勝。この大会における最年長優勝記録を更新、ジョコビッチは36歳での優勝です。フェデラーが引退し、ナダルが怪我による長期離脱中、ビッグスリーの時代が終わるのかという時に、ジョコビッチとアルカラスという新しいライバル関係の時代が始まりそうな予感がします。今回の動画は2人のコメントを中心に見ていきます。今回わかることは次の通りです。ジョコビッチが過去一の勝利だと語った理由、ジョコビッチ VS アルカラスの今回の決勝戦の何がすごいのか、ジョコビッチが優勝できた要因は何だったのか、新しいライバル関係の時代は来るのか、これらについてわかります。それでは行ってみましょう。ジョコビッチのコメント。人生で最もタフで厳しい試合の一つだった。アルカラスとチームに敬意を表したい。君がコートの内外でしていることはどんな称賛の言葉もないほどだ。あなたは素晴らしい人であり、チャンピオンだ。多くの選手はキャリアを通じて高みに届かないものだ。でもあなたがここ2、3年で成し遂げたことは信じられないことだ。とても素晴らしい。アルカラスのこの2年ほどの活躍は目を見張るものであり、ジョコビッチも認めているんですね。そしてこの後にジョコビッチならではの愛とユーモアあるスピーチが続きます。それではスピーチの続きです。全く君は諦めないよね。素晴らしいことだ。でもなんだろう、君のことは大好きだ。でも何ポイントか、こうもう少し簡単なポイントが。会場は笑いに包まれています。ここでアルカラスが、僕はスペイン人だからと言いました。これを受けてジョコビッチは、スペイン人は不死身だって？知っている。聞いたことがある。実際に体験したこともあるよ。再び会場は笑いに包まれます。もちろんみんなの頭の中に浮かんだ不死身のスペイン人はあの人ですよね。私のチームにも感謝しています。私と一緒にいい時も悪い時もどんな困難も一緒に乗り越えてくれたチームに感謝します。ジョコビッチは以前のインタビューで、私のチームのみんなのために戦うことがモチベーションになっていると語っていました。自分を支えてくれているチームのみんなの喜びのために、そんな思いがエネルギーになっているようです。自分のためにだとサボることもあるでしょうけれど、自分を信じてくれている人のためにって思うと頑張れることってありますよね。私はそう思える日もありますけど、少ないです。でもジョコビッチは毎日チームのみんなの喜びのためにってことなんでしょうね。さすが一流の人は違います。スピーチは続きます。ジェットコースターのようだった。何と言っていいかわからない。説明するのは難しいです。これまでの人生で最もタフな試合の一つだった。最初から最後まで二人とも本当に多くのアップダウンがあった。信じられないような素晴らしいポイントも悪いゲームもあった。
熱中症も逆転も経験した。全体的に見て、これは私がこれまで参加した中で最もタフで最もエキサイティングな試合でした。このような試合のために努力している。正直に言うと、グランドスラムの決勝戦のようだった。数週間後に US オープンで対戦できるといいね。観客にとっては、私にとってはどうでしょうね。こういうユーモアのある言い回しが面白いですよね。スピーチは続きます。観客の皆さん、今日、そして今週、サポートをありがとう。素晴らしいエネルギーをありがとう。皆さんの存在が私がまだプレーしている最大の理由の一つです。プロとしてのキャリアは20年になります。今日のような試合や経験が私が最大限の努力を毎日続けている理由です。どうもありがとう。最後はたくさんの拍手が送られていました。ジョコビッチはもともとユーモアあふれる人ということもあって、スピーチの中にもユーモアあふれる表現を入れてきますね。激しい戦いの後には感情が爆発していて、それが言葉になって人々の胸を打ちます。ジョコビッチが過去一の勝利だと語った理由として考えられるのは、試合中に二人ともアップダウンが何度もあって、マッチポイントもお互いにしのいだこと。体力も気力も全部出し切ったこと。40度の炎天下で3セットマッチ決勝戦の最長時間を更新したほどですから、消耗度や緊張感はジョコビッチが言うようにグランドスラムの決勝戦のようだったこと。そういうギリギリの試合を勝てたからこそ過去一の勝利だという言葉が出てきたんですね。アルカラスのコメント、マッチポイントを握りあと1ポイントで優勝というところまで迫ったものの、逆転されて負けてしまったアルカラスのコメントを紹介します。ジョコビッチに向けて、あなたと対戦してコートを共有してあなたから学ぶことは素晴らしいことです。この試合は本当に接戦だった。君のようなチャンピオンから多くのことを学びました。試合後のスピーチでは相手への敬意を表すのが通例です。ですが実際のところアルカラスはこの試合から多くのことを学ぶのでしょうね。アルカラスは4人兄弟です。会場にいる弟に対してもコメントしました。僕がより良い人になれるように毎日サポートしてくれることが嬉しいです。ありがとう。このメッセージを受けて弟は涙を流して感動していました。会場も温かい空気に包まれます。アルカラスの優しい人間性が出ています。こういう場面ではコーチ、チームのみんな、家族のみんなありがとうみたいなメッセージはよくあると思います。でも個人的に兄弟の誰かへのメッセージはあまりないと思うんです。だからこそみんなの心を打つのでしょうね。実はアルカラスの後にスピーチをしたジョコビッチもアルカラスのメッセージを聞いて、兄弟に対して離れているけど繋がっていて力になっている、ありがとうというメッセージを送ったんです。ジョコビッチにも影響を与えているアルカラスってやっぱりすごいですね。試合展開の概要。気温が40度くらいの猛暑の中での試合でした。アルカラスがファーストセットを取ります。ファーストセットの終盤でジョコビッチの動きが悪くなっていたので、すでに暑さにやられていたのでないかと現地で見ていた解説者がコメントしていました。セカンドセットの途中でジョコビッチは熱中症のためメディカルタイムアウトを取ります。このタイムアウトからジョコビッチが復活していたという見方もあります。過去にもジョコビッチはセット間のトイレットブレイクから復活したこともあります。だからジョコビッチはずるいとか言われることもあります。ただ一方でちょっとした時間で自分を立て直すことができるのがすごいと思います。自分の状況を客観的に判断して時間を作り、短い時間で精神的に立ち直る。文章にするとこれだけのことですが、分かっていても簡単にできることではないですよね。メディカルタイムアウトの後もアルカラスがワンブレイクアップの4にまでリードしていました。
その後、タイブレイクまで追いつきましたが、アルカラスのマッチポイントまで行きました。あと1ポイント取れば優勝。というところまで行ったんです。ところが、マッチポイントを取れず、タイブレイクを落としてしまいます。ファイナルセットでは、逆にジョコビッチがマッチポイントをしのがれます。お互いにマッチポイントをしのぐという決勝戦は、観客の皆さんもドキドキしていたでしょうね。結局、最後はジョコビッチが勝ちました。負けてしまったアルカラスは、握手した後にベンチで大泣きしていました。両者ギリギリの戦いだったと思います。こういう試合で勝ったり負けたりするのが強い選手になるための経験になるのでしょうね。ジョコビッチが勝てた理由。アルカラスにもマッチポイントがありましたので、どちらが勝ってもおかしくない試合でした。ジョコビッチは36歳。トップで活躍するようになってから15年くらい経っています。劣勢から逆転した試合、ギリギリの接戦をものにした試合、マッチポイントからの逆転などの経験値が豊富にあります。それがジョコビッチの自信になっていることと同時に対戦相手の自信を奪うことになります。また、ジョコビッチはセット間のトイレットブレイクやメディカルタイムアウトを効果的に使います。トイレットブレイクやメディカルタイムアウトの後から劇的に変わって強くなった試合もたくさんあります。たくさんありすぎて不正行為をしているのではないかと疑いの目を向ける人もいるくらいに復活します。今回もトイレットブレイクとメディカルタイムアウトを使いました。熱中症の対処とセット間の気持ちのリフレッシュがうまくいったのでしょう。実際、メディカルタイムアウトからプレーに勢いが出てきたと指摘している人たちは多いです。反対に、アルカラスはジョコビッチを追い詰めても安心はできないというか、勝利への確信は持てなかったでしょう。何度も逆転しているのを知っているわけですから、試合中に自信が揺らいだり、不安になったりもしたと思います。アルカラスがテニスを始めた時には、ジョコビッチはすでにトッププロでした。これまで築いたキャリアの影響力なんでしょう。今回は紙一重の差でジョコビッチが勝ちました。ただ、このような試合が何度か続くと、本当に自信をなくして、自分はもうジョコビッチに勝てる気がしないとなってしまうと思います。コートに入った時点で負けている状態です。アルカラスは前回の対戦である2023年ウィンブルドン決勝で勝っていますから、今回で自信をなくすことはないと思います。むしろ次はまた勝つぞ。くらいのモチベーションになっているかもしれません。ですから、この二人の対戦は結果を予想するのは難しいでしょうね。予想ができないから試合を見るのが楽しみとも言えます。ジョコビッチの勝てた要因は逆転勝ちの経験やメディカルタイムアウトやトイレットブレイクの活用など過去の経験値が自信になったこと。それがアルカラスに対してはプレッシャーになったこと。そういうことが要因だと思います。ネットの反応。カルロスとノバク、素晴らしい試合をありがとう。二人とも勝者だ。ノバクが36歳でまだこんなプレーをしているなんて私には理解できないゴートだ。ノバクがこの年齢でやっていることは信じられないことだ。彼は真のチャンピオンだ。私はノバクが大好きだ。技術、優しさ、謙虚さ、粘り強さ、そしてタフネス。完全に伝説だ。ノバクの謙虚さはノーベル賞に値する。なんて素晴らしい魂なんだ。とても好感が持てる。謙虚なゴート。彼らを愛し、尊敬しないわけにはいかないだろう。驚くべきアスリートであり、人間である。ジョコビッチは天才だ。ジョコビッチにとって、ゴートは控えめな表現だ。アスリートとして、テニスプレイヤーとして、そしてセルビアの愛国者として、ジョコビッチには絶大な敬意を抱いている。彼は家族を愛し、国を愛し、セルビア国民の誇りである。ノバクのファンとして言えるのは、アルカラスは絶対的な一流の選手だということだ。彼の成熟度、謙虚さ、自覚は信じられないほどだ。しかも20歳だ。だから私たちはカルロスが大好きなんだ。
みんな彼がまだ20歳だということを忘れている。なんて素晴らしいチャンピオンなんだ。ノバクの優勝おめでとう。僅差だったし、ノバクに対してカルロスは誇りに思うべきだ。彼のようにノバクを追い込む選手はツアーにはいない。カルロスはテニスの未来だ。ノバクが引退した後は誰も彼に手を出せないだろう。ただ二人のトッププレイヤーがエリートレベルで競い合い、くだらないドラマはなく、純粋な激しさと全ての心がテニスファンにとって素晴らしい時間である。リスペクト。私はジョコビッチを嫌う人の気持ちがわからない。私はアルカラスファンだけど、この人が絶対に好きだ。勝利の時も敗北の時も常に謙虚で素晴らしいスポーツマンシップを見せてくれる。アルカラスが20歳にしてゴートを相手にすでに結果を残していることがすごい。スポーツはこうあるべきだ。コートの中で戦い、コートの外では互いのハードワーク、才能、献身を尊重する。以上、ファンたちの反応でした。ジョコビッチファンにとっても、アルカラスファンにとっても名勝負であったことがわかります。世界中のテニスファンにとっても、歴史的な一戦として語り継がれる一戦になっていくのかもしれません。絶対に死なない、もう一人のスペイン人。優勝スピーチで、スペイン人は不死身だよね。よく知っているよ、というくだりがありました。もちろん、ナダルのことですよね。優勝後の記者会見で、ジョコビッチは、ナダルとの対戦と、今日の試合がよく似ていると言っていました。ジョコビッチのコメントを見ていきましょう。クレイジーでジェットコースターのような試合だった。これまで経験したことがないような試合だ。ちょうどナダルと対戦した2012年の全豪オープン決勝と似ている。当時の僕たちはキャリアの輝かしい時期だった。その時に似ている。フリーポイントはなかなかない。一つのポイント、一つのショットに力を込めていた。ジョコビッチが似ていると言っていた2012年の全豪オープン決勝戦、この試合は5時間53分というグランドスラム決勝戦の最長試合時間を記録しました。未だに破られていません。5時間53分というのはすごいですよね。二人とも20代前半で、今のアルカラスより少し年上の頃の話です。10年以上前の歴史的な試合と似ていると、ジョコビッチ自身が感じた一戦だったんですね。2012年の全豪オープン決勝戦が終わって、お互いのスピーチがあって、その後に表彰式と閉会式がありました。お偉いさんが長い時間たくさん語っていますが、二人とももうヘトヘトです。6時間の試合の後でずっと立っているのは辛いでしょうね。本当はすぐにアイスバスに入ったり、マッサージを受けたりした方が肉体的にはいいのでしょうが、閉会式もファイナリストの宿命です。それにしても、試合後にこんなにヘトヘトな二人を見るのは、この後10年も見ることがありませんでした。今回の試合はこの時と同じくらいの疲労度なんですね。気温が40度くらいの中で4時間の試合ですからね。真夏に4時間、外にいるだけでも疲れるのに、緊迫した試合を4時間です。2012年の2人にも、2023年の2人にも、ただただありがとう。お疲れ様。という気持ちです。2人の対戦成績。2人の対戦成績は、これで2勝2敗になりました。初めての対戦は、2022年のマドリード。勝ったのは、アルカラス。二度目の対戦は2023年の全仏オープン準決勝。勝ったのはジョコビッチ。三度目の対戦は2023年のウィンブルドン決勝。勝ったのはアルカラス。掴んだ流れをジョコビッチに渡すことなく勝ち切りましたので、もしかしたらこのまま勝ち続けるのか。ビッグスレイ時代はついに終わるのか。と思った人もいるでしょう。4度目の対戦となった今回は、歴史に残る激闘の末にジョコビッチが勝ち、これで2勝2敗になりました。これからしばらくライバル関係が続くでしょう。ここに割って入るのは誰なんでしょう。20年全米優勝のメドベージェフ。
東京オリンピック金メダルのズベレフ。ポーラバドサといい、眼形でメンタルが絶好調のチチパス。他にもルーネ、ルード、シナー、ルブレフ、ティアフォー、フリッツなどがいます。これからどんな時代になっていくのか楽しみです。ただ、他の選手と比べて安定感というのはジョコビッチとアルカラスが飛び抜けているようにも思います。アルカラスはこれからも強いのはもう証明されましたので、あとはジョコビッチの衰えは来るのか、ナダルの復活はあるのか、他の選手の台頭はあるのか、というところが今後の鍵になるのでしょう。まとめ。今回は2023年8月に行われたマスターズ戦ウェスタン&サザンオープンシンシナティ大会の決勝。36歳のジョコビッチ VS20歳のアルカラスの試合についての動画でした。約4時間に及ぶ3セットマッチの決勝戦における最長試合時間記録となった試合です。この2人のライバル関係がこれからどうなっていくかとても楽しみに思える一戦でした。年齢差があるところも興味深く感じる理由の一つでしょうね。衰えを感じさせない36歳と勢いのある20歳。これからもいろんなドラマがあるのでしょう。楽しみです。あなたが他に知っていることとかありましたらコメントで教えてください。コメント、高評価、チャンネル登録、励みになるのでよろしくお願いします。最後までありがとうございました。